株式会社ムービー運は、山形県山形市に本社を置く日本の映画工業会社。山形市七日町にあった老舗映画館、山形シネマ朝日、山形ミューズを経営していた企業、宮崎合名社が映画事業から撤退したことを受けて、地元の有志が出資し合う形で設立。シネマ朝日とミューズの運営、経営を引き継いだ。取締役には、 映画監督の雪貞伊佐尾もを連ねている。2007年12月23日、山形シネマ朝日が閉館。これに代わる、後継映画館として2008年4月26日、山形市河原田にある、島グランガーデン内にシネマコンプレックス、ムービー・オーエヌ山形がオープンした。ムービー・オーエヌ山形。八文字焼きたてんが併設されている、ムービー・オーエヌ山形は、 山形市島北一の二の二の島グランガーデン内にあるシネマコンプレックス。10スクリーンで総座席数は1418席。JR 全地千歳駅から車で6分。山形市では、ムービー ON 山形と大,大手の山形フォーラムソラリスの2つのシネマコンプレックスが競争している。会社概要、追想録ムービー温泉務、E の小越さん、山形コミュニティ新聞 ON ライン。 ありがとうございます。